いいゃん

もう間もなく始まりますね。 <music> fm ギノワンお聞きの皆さんこんにちは11月10日木曜日時刻は午後3時を回りましたこの時間は fm ギノワン旧ナノスタジオよりサザンブリーズをお届けします本日木曜日担当するのは fm ギノワンスタッフのひろきですどうぞ1時間よろしくお願いしますということで今週からちょっとね肌寒くなったなって感じるんですけど皆さんどうですかあのね えー、11月入る、まあ先週ぐらいまで僕はもう狩りまあポロ虫っていうやつを着てたんですけども今週の火曜日ぐらいからちょっと風が冷たいなーって感じてまあ冬用の長袖のシャツにか衣替えしたんですけども最近あの友人から東京にいる友人から連絡が来てお前東京はもう寒いぞどうすればいいんだっていう連絡が来たんですよ 沖縄はまだねそんなに凍えるほど寒くないし、まあ、場合によっては半袖でもいいかなって日中はちょっと暖かいからいいかなって感じるんですけども東京はもうとんでもないぞっていうぐらいで場合によっては一桁、まあ、行ってんのかな行ったり来たり多分9度とかぐらいだと思うんですけど、まあ、10度台で本当に寒いぞって言われたんであまあ改めて沖縄って暖かくていいなって感じましたね。はい で最近、やっぱりその世間、巷で話題となっているってことといえば、やっぱりアメリカの大統領選挙。で、まあ、皆さん、ご存知だと思うんですけども、まあ、トランプさんがね、第45代アメリカ大統領に決まったわけなんですけども、トランプさん、本名はドナルド・ジョン・トランプっていう名前みたいですよ。 でやっぱりなんかもうしれーっとなんか当たり前のようにトランプトランプっていう名前聞いてるから皆さん何にも感じなかったと思うんですけど僕はねもうトランプっていう名前を聞いた時にねもうやっぱり思い浮かべたのはあのゲームですあのカードゲームあのトランプねどのマスメディアもこのトランプカードのことについて触れないから触れちゃだめなのかなと思ったんですけどまああえて私は触れさせてもらうんですけどもでアメリカではトランプって あアメリカで英語だったら英語圏だったらプレイングカードって言ってカーズって言ってプレイングカーズって言って、まあ、遊ぶカードっていう言い方されるみたいなんですけど本来のこのトランプっていう意味は、まあ、切り札っていう意味らしいんですよ切り札っていう意味でで日本だと1543年の室町時代にこの初めてトランプっていうこの遊びが入ってきて で最初の頃は、まあ、ポルトガル語でトランプのことをカルタそう聞いたことあると思うんですけどカルタっていう名前みたいなんですよだから現在だったらカルタっていうのはこのトランプのことを指さないんですけど、まあ、その名残でこの花札とかこの読み合わせの札をね取るっていうやつが、まあ、カルタっていうようにはなったんですけども、まあ、このトランプ まあ皆さん有名なエピソードとしては、このサンドイッチの話があると思うんですけど、このトランあの、サンドイッチ伯爵さんっていう人がいて、もうずっとこのトランプをやってたみたいなんですよ。で、この食事中も、この食事食べる時間ももったいない、トランプしたいっていうことで、 それぐらいトランプが好きだったんですけど、まあ、ある時このもうめんどくさいから食事とるのもめんどくさいからっていうことでこのパンとか出された食事のパンとかハムとかチーズとかアスレチスとかをパンって一緒に挟んで,で片手で食べながらトランプをしたのがまあサンドイッチの始まりっていうみたいなんですけどもまあさあこのトランプさんがですね名前のごとく切り札になるのかっていうのは まあ私の方では分かりかねますので今後の様子を見るっていうことではいいいかなと思っておりますということで本日のメッセージテーマはですねまあトランプから好きな遊びということで皆さんの好きな遊びこの時期ちょっと秋めいてきてなんかまあ芸術の秋とか言われるんですけどもまあ遊びの秋でもあるかなと思うので皆さんの好きな遊びぜひとも 教えてください。メールアドレスは7 9 7 f m g ト i n o 九七 c o m 7 9 7 f m g u i n o a n c o m までお寄せください。はい。ではですね、一曲お届けしたいと思います。まあ、先ほどのトランプの話から続いて、えー、カーペンターズのソリティアっていう曲を一曲目にかけたいと思うんですけど、ソリティアっていうのは なんか皆さん、パソコンとかでなんか元から入っているゲームで見たことあると思うんですけどももともとは一人で遊ぶことができるボードゲームやカードゲームの総称みたいでこの「ソリティア」っていう曲は1975年にカーペンターズがあの出したんですけどももともとはニール・セダカさんアメリカの昔のオールディーズ好きな方はご存知だと思うんですけどもニール・セダカさんあのカレンダーガールとかで有名なニール・セダカさんの楽曲だそうですじゃあそれではお届けしますカーーペンターズででソリティアです。 皆さんメッセージありがとうございますコメントありがとうございます始まってからねそのご紹介したいと思いますエコザイルさん野の中の銀の蛍さんいつもありがとうございます またトイレにちょっとね本番始まっちゃうと緊張しちゃうんでまたトイレに行きたくなるというかそうだその「野の中の銀の蛍さん」先週いただいた「森山直太朗」の「うんこ」残念ながらあの、ライブラリーになかったのでちょっとまあ今日は書けることがもうできないので。 またなんか別のリクエストがあったらちょっとそっちの方優先させたいなと思いますさあちょっと1時間トイレが我慢できるかどうか不安なんですけど <laughs> 緊張した後とね緊張するとちょっと乾いてくるから水を飲む。 水を飲むとトイレに行きたくなるっていう循環がなんともね言えないんですけどちょっと皆さんはんか今度はなんかメッセージテーマでやろうかな緊張しない方法とか緊張した時どうすればいいかとかまあねこのスタジオの中は誰もいないんですけど、まあ、スタジオの向こう側に誰かいるって想像しちゃうとちょっと緊張したんですけどまあ誰も聞いてないだろうぐらいの。 感じでちょっとそのリラックスしてお届けしていきたいと思います。やっぱり喋ってるとちょっと体ほてってきますね。 ここどこだ さてさてちょっとそろそろあっの中の,の銀のおたしさ3曲連続でかけてトイレに行ったり <laughs> まあ2分ぐらいあれば全然いけるんですけどちょっと、まあ、CM の時とかに、うん、用を足していきたいと思います 時刻は午後三時十分を回ったところですこの時間は FM ギノワンキユナノスタジオよりサザンブリーズをお届けしています、はいえー、ツーキャスにコメントが来ておるのでご紹介したいと思いますエコザイルさんハローハローはいいつもありがとうございますで野の中の銀のホタルさんこんにちは昨日はありがとうねって、はい、い,えい,えいつもありがとうございます観覧しに来ていただいたりしてはい で、なんか、さっき、ちょっと緊張してくるとトイレに行きたいなって話をしたら、野の中の銀のホタルさんが、曲を連続かけてトイレに行ったらって言ったんですけど、まあ、多分大丈夫だと思いますので、はい。どうしても我慢できなくなったら曲、3つ連続かけたいなと思います。はい。メッセージの方、まだまだ募集しておりますので、皆さん、メールなり、ツイキャスでコメント、どしどしお寄せください。メールアドレスは 797-fmgno1.com です。本日は、 まあ好きな遊びということで皆さんの好きな遊び、まあレジャーだったりとか、まあお家で何かするのが好きな人はまあそのことについてぜひともメッセージお待ちしておりますのでどしどしお寄せください。えー、それではこの時間はお天気道路交通情報をお伝えいたします。沖縄本島中南部本日10日ですね北の風やや強く曇りところにより昼過ぎまで雨波 の高さは3メートルでうねりを伴います降水確率は午後12時から午後6時までが30%午後6時から深夜0時までが20%となっております日中の最高気温は那覇で26度となっていますちょっとねやっぱり日中は暑いかなと思いますねちょっと外で仕事される方とか この外回りされている方はもしかしたらちょっと暑いなって感じるかなと思うぐらいの気温ですね。で、FM 祈念湾から見える景色なんですけども今日はですね海、海がそんなに晴れてなくて雲が多いではあるんですけども海の方、綺きれいに見えます、で、日差しの方も入ってきておりますので今日は素敵ないい天気になりそうですね。はい 以上お天気情報をお伝えしましたで続いて道路交通情報をお伝えいたします、えー、国道58号線浦添市ぐすくまで南行き若干渋滞が発生していますそれから国道58号線宜野湾市内がねこから普天間に向かう間で北行き若干渋滞が発生しておりますでそれから浦添市内公営の交差点で 南行き、若干渋滞が発生しています。で、それから規制情報なんですが、国道58号線、北行き、南行き、両方でですね、古島インターチェンジから浦添市西原向け、植栽作業のため、一車線規制が敷かれております。で、今ちょっと情報が更新されたんですけども、えっとですね、儀能湾市内ですね、前原から大蛇らに抜ける通りが、 えー、大蛇ジ方面に向かうところがですね混雑が発生しているみたいですねでそれから先ほどの規制の続きなんですけども、えー、国道58号線北行き南行き北谷町北谷交差点付近で、えー、施設工事のため一車線規制が敷かれておりますそれから北谷、えーえー、町国体道路入口付近で北行き南行き両方とも 一車線規制が敷かれ、あ、これすいませんね。あの、北行き南行きっていう言い方だとちょっとわからないので、国体道路ですね。上り下り両方とも、国体道路入り口付近で、一車線規制が敷かれております。こちらの通りを通る方は十分気をつけて、早めの車線並行をお願いいたします。はい、以上、お天気、道路交通情報をお伝えしました。まあ、そろそろ3時ですので、皆さん一息をついて、 ま、運転されている、外回りで営業されている方は、ま、コンビニに寄るなどして、ちょっと一息ついて、からまた、この、夕方に向けて、頑張っていただきたいなと思います。はい。えー、それではまたまた、2曲目をお届けしたいと思います。二、えー、2曲目はですね、本日、11月10日はですね、トイレの日、みたいなんですよ。 日本トイレ協会が1986年に制定、イ・イ・トイレで1 1十ですね、1一十0の語呂合わせで、まあ、トイレの日になったみたいで,で、この日に日本トイレ協会はトイレシンポジウムを開催し、公衆トイレを対象としたグッドトイレ賞を発表しているみたいですね。はいということで、まあ、それにまつわる曲ということで、まあ、一時期、 まあ流行りましたね。上村かなさんの「トイレの神様」をお届けしたいと思いますあそうださっきちょうどトイレ行きたいって話をしてたらトイレの神様がかかるっていう ああ、ちょっと今あれですよすごいすごいことがちょっと起きたあの野の中の銀の蛍さんがちょうどあったよちょうどグッドタイミングで同じリクエスト一瞬だけ一瞬だけちょっとっトイレの神様流しながらトイレに行くそうです。 参りました <laughs> やっぱ曲を聴くと我慢できなくなったんでそのセブンさんがトイレタイムかななんかねすごい偶然でトイレ行きたいと思ってで今日トイレの日でトイレの神様かけてトイレに行ってくるっていう <laughs> いやいや ちょっとやっぱりトイレに行くと一息つきますねトイレの神様、まあ、トイレの神様がいるんやでって あ、出ますあ、わかる <laughs> しちゃうちじゃあどうしようすぐちょうどこれ終わった後 CM 行くんでその後はもう帰ってきてもらって <laughs> <laughs> なんと急急にゲスト <laughs> 出ますそれ <laughs> <laughs> ちょっとヨットだけみたいなあーでも出てきれば <laughs> 簡単に喋っていただいて <laughs> ちょっと新番組なんでねままままさかの、はい、まさかかのの本当にに飛び入り急決れててバレよし、ね。<laughs> <laughs> はい,いです、こんな、<laughs> こんな状態で <laughs>。声だけの出演ということで。はいここね、じゃあ、そろそろ C. M. 行きますね。はい。 トイレ特集ですか?。はい、たまたま。たまたまそのトイレに行きたいなっていう話をして。ええ、で、ちょうど今日トイレの日で、さっきトイレの神様をかけて。えっと、<laughs> で、トイレに行ってきたっていう。流れです。<と>はい。な <laughs> はい。い、い。トイレで。トイレの日みたいで。ああ<ー>。<laughs> なんだそれ。<laughs> 結構今日はいろんな日多い。みたいですよ。 ちょっとまあ僕のはこの「その日の日曲、ま、つわる曲るかけてるんですよ。ああ今日はトイレの日だから、ね、トイレの神様かけたりとか」なんかちょっとあんまり僕自体が曲を知らないのでだったらっていうことで何かそれにまつわる曲をかけてるんです「今日は何の日」で当てはまったその歌をかけたりとか。 そうですね、トイレから思いっきり思いきり脱線して <laughs>、はい、トイレの便器ってとうとう多いですよね、はい、<laughs> ということでと曲 <laughs> あのもうあの今回はトイレの神様があったからよかったんですけどなかったらそんなふうにしてます <別 S 2> ちょっと無理やりこじつけて、ね、例えば寺だったら寺って曲がないから寺ってつくアーティストの曲とか、まあ、そう無理やりこじをつけてはいテラの日なんか ある,あるのか、一そろそろ番組始まるので。えー 遅刻は午後三時二十三分を回ったところです。この時間は FM ギノワン九七のスタジオよりサザンブリーズをお届けしています。さて、先ほどちょっと飛び入りというか、まあふらっと立ち寄ったんだけどということで、じゃあどうせだったら。 新しい番組始まったんでゲスト出てくださいよということで、はい、急遽ゲスト出演が決まりましたすみません自己紹介お願いしまを、はいえー、ユニット系のでですすすよろししくお願いします、はい、<laughs> そうですね菅 <laughs> さんはちょうど今週の火曜日の夜10時から始まったちょっとストリームでパーソナリティをしていただいてるんですけど、はい、本当に今日うはもうフラッね仕事の途中、サボりに来たんですよ。<laughs> 誰か見せたらやばいなっていう。<laughs> だからちょっとね、ツイキャスとかユーチュの方は顔はちょっと NG っていうことでまあ、まあでもまあ名前出しちゃってるからまあ分かる人には分かるんですけど。名前出しちゃったからねっていう。まあ一応気持ち分っていうことで、はい声だけの出演と。声だけの出演でよろしくお願いします。はい、あのそうですね。僕も先週初めて会っ。て 番組自体とか関さん自体よくわからないんですけど<え>まずちょっと番組どんな番組なのかっていうのを紹介していただきたいまあちょっとストリームという番組を火曜日の10時から、ね、やらせていただいてるんですけれども、はい、番組自体がどんな番組かわからないない一応、ねえーまあ、音楽を中心にやるというコンセプトはとりあえずあるんですよ。はい だけど今のところ勝手に自分のおすすめの曲を無理やりみんなに聴かせてるというそんな感じでやらせていただいてああとはれですね皆さんが他の人には聴いてもらえない愚痴とかねそんなのを投稿してもらったらそれを無理やり掘り下げていもはい結構そういう話ってありますよね。ラジオっっててて内容がししかり 情報系っていうのもあればそうです、ね、本当になんかどうでもいいことを言っで,、ねうん、でもそれが面白いところで聞いてる側も一応なんかあ、分かる分かるって納得するところがあるじゃないですかどうでもいいんですけど、えー、そうどうでもいいんだけど <laughs> あるよね、そういうのっていうのがね <laughs>、はい、あったりなかったりなんですけど、はい、もうこの前の番組。はい この僕たちの時間帯の前の人の番組、はい、ずっとものまねやってるじゃないですかと、はい、にかく猪木のものまねでこれをやるとか、はい、ね面白いなって普通にね、はいまあ、特に似てるか似てないかは別としてですよこの一生懸命やってる感が楽しいなっていうまあだからそんな感じのね、うん、あのなんか楽しみを見つけて聞いていただけると嬉しいかなっていうような番組ですよねはい。はい じゃあ番組でもちょっとどうでもいいような話とかちょっと聞いてよみたいな話は募集してます、はいはい、募集してます募集してますあじゃあで、うん、だって普通になんかあの、まあ、一応今ターキーとやってるんですけども、はい、ターキーなんかは本当に番組中にどうでもいい話を始めるんですそれはこの話題に関係ないよねみたいなはい うんまあ、だ,だけど、まあいいやと思ってそんな感じで、えー、皆さんもねせっかくこの話したのになんかスルーされたとかそういうねなん,かあのこのなんかちょっともやもやしてる部分を番組に送っていただければ、はいえー、もやもやをあのこ,のこ,のこの話をとにかく、ね、突っ込んで掘り下げるかもしれないし本当にスルーするかもしれないし。はい <laughs> それ内容次第でやらせていただくような勝手な番組やってますよろししくお願います皆さん、ぜひとも聞いてよって言いたいけどでもこれちょっとどうでもいいんじゃないかなみたいなのがあればぜひ番組にぜひまず送ってみてください。読読むかかまない僕の気分次第です ちょっと本当に気まぐれな感じで <laughs>。そうですね、あの基本的にはもう皆さんの取り上げてがあって、やっていきたいっていうのはあって、うんはい、まあその中に、あのちょっと。まあ今週この曲を聞いてくださいみたいな、おすすめっていうのを、あの。挟んでいく形に、できれば一番いいかなと思ってるんですけどね。うんうん、はい、なので、スタッフさんからも募集してますんでね。ああはい、じゃ、僕も時間見つけて、はい、はい、今日あって、どうでもいい話とか。はい、もうこの間ワイさんがどうだったとかね。<laughs> <laughs> <laughs> いいですね、<え>なんかそういうの、そうそうそうまだ、あ、ますけれどもね、はい、<の>ちょっと時間帯もなんか夜10時なんで、うんはい、仕事終わりに、一息ついてとかそう,ですそうです、そ、はい、うです、なんか、まあね、とりあえず外に出るのも面も倒くさいし、今日はちょっとラジオでも聞くかっていうような時きに、そういえばこの間、こんなのあったなっていうのを送っていただければ、うんね、それを取り上げて、えー、やってみて。 いきたと思っておりますなので皆さん、ぜひとも新しく始まったばかりなので、よろしくお願いしますあ僕の番組、この番組でもですね比較的どうでもいいような内容を冒頭で喋っているので、今日はちなみに、最近、ちまで話題なのはアメリカの大統領選挙ってことなので、冒頭はトランプのカードゲームのお話をしました。 <laughs> 基本どうでもいいことなので,でそこから関連して今日のメッセージテーマはあなたの好きな遊びなんですけどもちなみに菅さんの好きな遊びとかって遊び、はい、何でもいいです例えばレジャーとかでもいいですしまあテレビ見るラジオ聴くとかもそういうのでもいいんですけどなんか好きな遊びはあ好きな遊び遊びっていうか、はい。 あのぼーっとした音楽聞くの一番好きです結構ほらあの僕たちってあの逆に人前に出てやるっていうイメージが皆さん強いと思うんですけどもともとはただの音楽好きなんでだからやるっていうよりもやっぱり好きなアーティストの曲を聴くとか新しい曲がただ BGM で流れてて、はい、ぼーっとしてるっていうのが好きだったりとかうん、うん、だから今日もそういう感じであのぼーっとしに来たんですよね。<laughs> <の> <laughs> 急に出演が決まるっていうことですそうなんですまさかのいやもうさっきちょっとあの交通情報のところで3時なんで皆さん一息ついたらどうですかって言ったところだったのでちょうどよかったんじゃないですかですねちょっとがっつり一息つきに来た感じのじゃあもうそろそろんかあまりね伸ばしちゃうとそうですね見つかっも困るんでじゃあまあ今日はこの辺でっていうことではいじゃ皆さんあもう一回ね本人から菅さんからちょっと番組の宣伝 し,てしいんですけどはい、えー、毎週火曜日の夜10時から、えー、今週から始まりました「ちょっとストリーム」という番組をやっております、えー、音楽とあとはあの皆さんのうっぷんばらしに使っていただければと、えー、思っておりますんで、えー、よろしくお願いします、はい、じゃあ皆さんぜひよろしくお願いしますということで今日は「はい、ちょっとストリーム」よりかパーソナリティの菅さんが飛び入りでゲストに来ていただきました、はいはい、<laughs> すみませんありがとうございましたどうもありがとうございます、はい、ということでこの辺でまたまた曲の おかけけしたいなと思うんですけども本日の3曲目はですね今日が日本エレベーター協会というところが定めたエレベーターの日ということなので1900 1890年の11月10日に浅草にですね日本初の電動式エレベーターが設置されたということで今日がエレベーターの日になってるみたいなんですけどもということで。

はいはい、皆さんちょっとツイキャス切れていたみたいなんですけども先ほどの菅さんは毎週火曜日夜10時から放送している「ちょっとストリーム」今週から始まった番組なんですけどまあ皆さんもねなんか「どうでもいいな」っていう話とかあるじゃないですかあでも聞いてほしいどうでもいいけどでもこれわざわざちょっと電話して言う必要もないししかも夜遅いよみたいなとかあるじゃないですか。 あの人忙しいからこんなどうでもいい話したらもう申し訳ないなみたいな話あるじゃないですか、まあ、そういうのを集めてなんとラジオでやっちゃうっていうような内容でお届けしてるみたいなんですけどもまあでもね世間の人はですねどうでもいい話が一番いいみたいですよこの例えばですよ例えばこのそれこそ今のアメリカの大統領選挙もトランプさんを応援してる人もいればこのヒラリーさんをね クリントントさんを応援してる方もいるんでまあそこで議論しちゃったらやっぱりその政治ネタとかさあの思想が皆さんあるんで喧嘩しちゃうんですけどでもどうでもいい話って喧嘩しないんですよねでその最たるどうでもいい話が実は天気みたいなので私もまあ番組の冒頭天気の話をしてますけど天気の話っていうのはあまり人を傷つけないじゃないですかちょっと今日は寒くなってますねって言って。 なんだお前の体感温度が寒いだけで全然寒くないよあもしかしたら中にいるかもしれないですよでもそんなね普通の人がこの寒い暑いに関して文句を言うことはないんですなので、まあ、天気の話は無難なんですけど、まあ、今度どうでもいい話を番組で取り上げてくれるみたいなので皆さんぜひとも聞いていただきたいなと思うんですけどなんかねその初めて会う人にやっちゃいけない3つの話題っていうのがあるんですよ なんだと思いま,すまあさっき言った政治の話政治の話はやっぱやっちゃダメっていうのは皆さん分かると思うんですよだって政治ってさっき言ってるようにアメリカだったら共和党支持の人もいれば民主党支持の人もいるじゃないですかで日本だっても自民党を応援してる人民進党を応援してる人共産党を応援してる人っていろんな思想があるんでポロって行っちゃうとねちょっとなんだお前つかあの政党応援してるんかとかってなっちゃうんで 政治の話は避けた方が無難なんですけど実はまたこの2つ目が宗教宗教もね皆さん多分分かると思うんですよだってほら宗教が違ったら宗教戦争っていう言葉があるぐらい対立を生むじゃないですかだからその初対面の人に話さない方が無難だろうっていうなんですけどで3つ目は何か分かりますこれ3つ目がねとっても意外なんですよでもねこれ多分日本だけじゃないかなって僕思うんですけど 三つ目なんだと思いますこの初対面の人に初対面の人に話したらダメだって言われている3つのことの3つ目は何だと思います ?3 つ目はですね野球の話なんですよなんで野球の話なんだって思うかもしれないんですけどまあね皆さん分かると思うんですけど阪神ファンと巨人ファンってもうあれじゃないですか犬猿の中じゃないですか何でなんで なんてうんてだろうやっぱりこの今日今週は阪神絶好調だねって話をすると同じセ・リーグ内だった特に巨人とかが「はちょっと巨人悪い調子悪いんですけど」みたいな感じで喧嘩の火種になるから初対面の人に会った時はあの野球の話はするなって言われてますねでもまあそれを言い出したらどんな競技もあれなんですでもね これ言葉からわかるように日本社会においてはこれだけ野球が人気ってことだと思うんですみんな好きな球団があるからあえて野球の話をしたらこの同じセ・リーグとしたったらその対立の火種になるからしない方がいいみたいなまあねそんなにですけどねまあ皆さんどう思うか人それぞれなんですけど なのでぜひその初対面の人にしない方がいい3つの話題政治、えー、宗教野球っていうことをちょっと皆さん頭の中に入れていってほしいなというところで、まあ、まだ時間あるんですけどそろそろ CM 開けますので。 わざわざ知ってきました。トランプ。あ、そろそろ番組始まります。時刻は。 午後3時37分を回ったところですこの時間は FM ギノワン旧ナノスタジオよりサザンブリーズをお届けしていますはい、先ほど急にパって入ってきて心よくゲスト出演してくださったカンさんありがとうございますまたね仕事途中だったみたいなのでこの後も仕事頑張ってください皆さんもね一息ついていた方まあ、そろそろ仕事に戻ろうかなっていう方もこの後の仕事も頑張ってください、えー ツイキャスにコメントを聞いておりますさっきねちょうど私がちょっとトイレ行きたいなって話をしたらあのトイレの神様がかかってしかも今日はトイレの日だったっていうことでまあトイレ行ってきたっていう <laughs> どうでもいい話題をちょっとツイキャスで盛り上がってましたねはいではメッセージ本日のテーマはですね皆さんの好きな遊びということで募集しております メールが来ておるのでご紹介したいと思います。えー、ヒロキックス、ハローハロー、エコザイルだすよ、はい。いつもありがとうございます。男なら夜のプロレス大好きでしょう。ヒロキックスのドスすけべーって私一言もそんなこと言ってないんですけどね。さて冗談はそ,そのくらいにして好きな遊びだね。飲みニケーションかなみんなでワイワイ楽しく飲んでくっちゃべる。いいよね。一人だとゲームだね。無料のオンラインゲームが PC やスマホでたくさん出てるからね。自分のおすすめは PSO2 だね。 pc とスマホで連動して遊べるからね。興味ある方はググってみてくだされや。じゃあ後からや。と。はい。ありがとうございます。まあ、エコさん、エコさん一人でも飲むの好きですよね。なんか毎回、まあ、半分冗談だと思うんですけど、今日も飲むか、みたいなのね。毎回、この、会うたんびに、もう、今日も飲まないとね、とかって言って、毎回お酒の話してるイメージが僕の中ではあるんですけど。 まあみんなでワイワイ飲むの楽しいですよね。で、一人だとゲーム。ゲームはね、最近はね、まあ、僕の方はやってないんですけども、それこそスマホが出てきて、まあ、どこでもね、ゲームができるような時代になっちゃったんですけども、皆さんね、そのゲームされる方はですね、外でされる方はちょっとね、場所とか時間とかね、きちんとね、この注意してから、まあ、楽しいものなんで、まあ 運転中にやっちゃって事故になったりとか、まあ、歩きながらやってぶつかったり人にぶつかったりとか怪我させたりってことはあると思うので皆さんその場所とね、あのー、この時間とかきちんと、ね、された方がよろしいかと思います、はい、ではこの時間は、えー、お知らせのコーナーですね、はい、お伝えいたします、えー、まず宜野湾署から交通安全のお知らせです 現在、宜野湾警察署管内では交通死亡事故が多発しています。特に道路横断中に歩行者が跳ねられているという死亡事故が増えてきています。運転手の皆さん、一瞬の気の緩みが大事故を招きます。運転中の携帯電話の使用、カーナビ、オーディオの操作、脇見運転はやめましょう。夕暮れ時は早めにライトを点灯して、相手方からよく見えるようにしましょう。 また、見通しの悪い交差点では必ず停止して、左右の安全をよく確かめましょう。飲酒運転は犯罪です。少しだから大丈夫、一晩寝たから大丈夫では通りません。歩行者の皆さん、特にお年寄りの皆さん、朝の薄暗い時や夕暮れ時、夜間外出するときは明るい服装や反射材を身につけ、事故に遭わないようにしましょう。 交通安全は家庭からを合言葉にお出かけの際には車に気をつけての一言をかけましょう。交通ルール、守るあなたが守られるを合言葉に、ノ能湾市民の力で交通事故をなくし、安全で安心して暮らせる寝立ての町、ノ能湾市にしましょう。以上、ノ能湾警察署より交通安全のお知らせでした。ちょうど、ちょう、 ちょうど、ね、さっきの話と関連して、まあ、携帯でどこでもゲームができる時代になったんで皆さんその場所と、ね、時間を考えて携帯それこそ最近事故とか死亡事故は増えてきているので皆さんちょっと携帯電話を使用する時は十分気をつけて、まあ、止まったりして安全を確かめてから操作するようにしてくださいね、はい、で続いて宜野湾市消防本部からのお知らせです季節もだんだんと秋めいて気温も朝晩は涼しくなりました 空気が乾燥する季節を前に秋の火災予防運動をスタートします。11月9日水曜日から11月15日火曜日は秋の火災予防週間です。消しましょう。その日その時その場所でを標語に地域の皆様も火災予防意識を高めましょう。えー、住宅用火災警報器は設置しておりますか 宜野湾市では既存住宅も含め、すでに条例で設置が義務付けられています。住宅用火災警報器を寝室や階段等に取り付けることで、いち早く火災の発生に気がつくことができます。また、寝たばこは絶対ダメ。やめる。ストーブは燃えやすいものから離れた位置で使用する。ガスコンロなどのそばを離れるときは必ず火を消す。 この3つの習慣で住宅の火災を予防しましょう火災予防の一層の意識を高め火災の発生を防止し財産の損失を防ぐこと高齢者などを中心とする死傷者の発生を減少させ安心して暮らせる気の安心にしましょうはい、えー、火災、まあ、この時期乾燥がねもう私の方も肌が乾燥してきて乳液つけないとと思っている時期なんですけども あの火災ですね、この火の元って結構いろいろありますよね。最近だと、まあ、電球の近くに紙を置いてたから燃えてって亡くなったという事故があったように燃えやすいものって結構身近にありますのでこのレンズが当たるレンズが火に当たるところに置いててその黒いものに集中して発火するとか、まあ、さっき言ったその熱いもののそばに燃えやすいものを置いてて。 自然発火しちゃうとかっていうのがありますので皆さんそのお家のの、ね、周りをちょっとチェックしてみてあのこの火災予防につながる意識を、ね、日頃から高めていくことが大事かなと思います、はい、以上宜野湾市消防本部よりお知らせでした、えー、続きまして平成28年度宜野湾市立幼稚園教諭臨時職員募集のお知らせです宜野湾市立幼稚園にて えー、次の通り、幼稚園教諭臨時職員を募集します。えー、募集職種は、えー、幼稚園教諭職で、募集は、5歳児学級担当、それから特別支援担任、えー、それから預かり保育担当の3つですね。えー、で、その応募方法はですね、技能安市教育委員会指導課へお電話ください。えー、お電話番号は、 0988928289、0988928289、09えー、技能安市教育委員会指導課ですね。で、お電話いただいた後に市販の履歴書用紙に必要事項を記入して提出してください。ということで、まあ、後日、それをもとに面接があるみたいですね。はい、えー、人期,期間は、 えー、即日から平成29年3月31日で更新もあるみたいですね。はい、詳しくは、ギナワン市教育委員会指導課まで、もう一度ね、電話番号を言いたいと思います。えー、電話番号零九八八九二八二八九098-892-8289までご連絡ください。えー、続きまして、 ヘルシー料理教育、ヘルシー料理教室参加者募集のお知らせです、えー。食育で健康づくり、毎日の食事で好きなものや同じものばかりを食べたりしていませんか様々な食べ物の中から何が良いかきちんと選ばなければ体のバランスを崩し、肥満や生活習慣病になってしまいます。食生活改善推進員、ヘルスメイトさんと一緒に お料理を作って食育について考えてみましょうでです、ね、開催日時がです、ね、平成28年11月12日今週土曜日です、ね、10時から13時で、えー、場所が、えー、宜野湾市保健相談センター2階の調理室となっておりますこちらちょっとですね今パッと見たらですねあの申し込み期間がちょっと過ぎてるみたい 一応ちょっとそのも紹介しちゃったんで、まあ、こういうのがありますということで一応連絡先念の,、まあ、念のため一応もしあ巻きがあってできるかなっていう連絡とかあれば、えー、お問い合わせ先は宜野湾市保健相談センター0988985583までお問い合わせください、はい、はいはいはい 結構いろんなお知らせがございますはいえー、っとそれからですねあと FM 技能案ではですね今年はその今年はというか去年もあったんですけど今年はですねあのリスナーさんも交えて大きな忘年会を開催する予定ですねまあ日頃皆さんが聞いているあのパーソナリティとかあの番組の方とかと交流 を持てる機会ですね、えー、この FM 技能案大忘年会なんですけども開催日時が来月12月3日土曜日午後18時30分開始予定です場所が技能案マリン支援センターとなっております、えー、もしそのちょっと興味あるなとかあの忘年会ぜひ参加したいなっていう方がいらっしゃいましたらメール 797-fmguino1.com に 忘年会参加したいですっていう内容のメールを送ってください。で、ファックスでも受け付けておりますので、ファックスだと09、098-943-0094、098-943-0094まで参加したいっていう旨を書いて送信してください。また何かありましたら、<laughs> FM ギノワに来て、直接その忘年会参加したいですって言って、まあ、ついでに番組を見るとか聞くっていうのでも、 いいので皆さん是非とも気になった方はご連絡お待ちしています、はい、えー、まあ結構時間の方も差し迫ってきておりますのでえー、どうしようかな曲にしようかなじゃあえー、まあ時間も差し迫ってるということなので、はい、曲行く前にですあ曲行く前にというか曲の方はちょっと飛ばして私の コーナーにいきたいと思います。まあ、特にジンフルとかないんですけども。はい。えー、コーナー参ります。ヒロキックスの芸能アイズ。はい、えー。このコーナーですね、まあ、どうでもいいような芸能ニュースとか、まあ、最近あった芸能ニュースを、まあ、ゴシップをね、取り上げていこうという番組です。あ、企画ですね。はい。はいはい。えー。 ツイキャスにコメント来ております。あららがまさいがーさんから、こんにちは、いつもありがとうございます。またメッセージ来てるかなあメッセージは来てないですね。皆さん、はい、本日のメッセージテーマは、好きな遊びですので、皆さんの好きな遊び、ぜひ教えてください。では、早速コーナーに行きたいと思います。本日、今週1週間あった、まあ、ちょっとどうでもいいようなニュースを紹介したいと思います。 えー、まずはこちら。えー、田村淳、博多駅前大陥没の現場近くに宿泊していた。お笑いコンビロンドンブーツ1号2号の田村淳が、博多駅前の陥没事故の際、近くのホテルに宿泊していたことが8日分かった、えー。8日午前から自身のツイッターで注意を呼びかけるなどして発信を続けています。で、淳さん、田村淳さん、先月、 10月27日に、えー、長女が誕生されたみたいなんですけどもまあどうでもいい補足情報としては最近番組でかつて若槻千夏さんと交際していたっていうことを、まあ、言っちゃいましたね、はい <laughs> えー、続きまして NHK 会長トランプ氏と比較され「僕は神ふさふさ」NHK もみい勝と会長が9日 都内の同局で定例会見を行いましたアメリカ大統領選で勝利宣言をした共和党ドナルド・トランプ氏について彼は変わると思うと話しました俳優出身のレーガン大統領を例に挙げ当時はなんだ役者じゃないかと言った人はたくさんいたが立派な大統領の一人になった暴言王として知られるトランプ氏については選挙前に何を言おうとアメリカ大統領になれば彼は変わると思う 話しましまで2000年三井物産社長を務めていたモミーさんはトランプ氏との面識について好か不幸かあったことは全くありませんとしトランプさんは不動産やカジノの分野などで日本のビジネス界とは直接コンタクトがなかったと話しておりましたでモミーさんといえば就任当初からの出現が波紋を呼ぶことが多かっただけに記者からは親近感があるんじゃないですかと聞かれるとモミーさんは「 僕が似てると笑い似てるとは思わない僕は髪もふさふさありますしああいう乱暴な言葉遣いはもはやしませんと語りました、えー、髪の毛をネタにしているということででそのまあ今日ね最初オープニングの冒頭からちょいちょい出てきてるドナルド・トランプさんなんですけども最近ねもう大統領決まっちゃって っていうことで話題が一段落したと思ったらネット上ではあのトランプさんの横にいるあのイケメンは誰だっていうことが話題になってるみたいなんですよ。えー、日本時間の9日午前8時から米大統領の開票が行われ共和党のドナルド・トランプ氏が民主党のヒラリー・クリントンを破り見事に当選。でそんな中ですね あの勝利演説の際、隣にいたトランプさんの三男、バロン君10歳がね、美少年ということで、ネットでものすごく話題になってるみたいなんですよ。で、このバロン君はトランプ氏が24歳年下の元モデルのメラニア夫人との間にもうけた三男で、2006年3月20日生まれの10歳だそうですね。 でトランプさんね、実はこれまでに3回結婚して、2度の離,離婚を経験してるみたいなんですよ。やっぱりね、この女性関係も奔放みたいですね。で、あの開票速報の勝利演説の時にね、トランプさんはこのメラニア夫人と、それから息子の,このバロン君と一緒に出てきたんですけども。 ネット上ではですね、トランプ氏の横にいる子が息子だとして驚愕しているとかトランプさんの息子ちゃん天使見惚れたわーとかバロンくんイケメンまだ10歳とか将来が楽しみすぎるってもはやね、ネット上ではトランプさん同行よりこの息子さんが今後どうなるのかっていうことに注目が集まってるみたいですねでこの最初の妻のことの長女35歳の 方もですねもう美人だっていうことでまあトランプさん子供がすごい話題になってるんですけどまあどういうふうに成長するんですかねでちょっとそのイケメンの話題で話があれなんですけど大江豊かお姉疑惑春の愛診断で黒200%まあ内容はあの歌手の大江豊かさんあの北島ファミリーの大江豊かさんがですね都内で北島さんプロデュースの新曲「ごめんなすって」の発売 記念イベントを行った時に春名愛さんがお姉検定を行ったらあの、まあ、どんな内容かっていいますと好きな食べ物を何かって答えた時にあのあ好,きな食べ好きな動物好きな食べ物好きなスイーツを答えなさいって聞かれた時にポメラニアンペペロンチーノチンスコーと答えた結果、まあ、春菜愛さんの診断結果だとおねえ度200%みたいですね。ということで ちょっと気になって私も方ねネットでなんかお姉診断ってないのかなっていうふうに調べてみたんですよ。そしたら、まあなんか一応ネット上にあって、まあ私のフルネームを漢字で、ヨナミネヒロキって入力したら、どの有名人のお姉に似てるかっていう診断が出るんですけども、まあ結果私は楽しんごぐらいのお姉だそうです。 あまり性格は良くないおねえ。でもマッサージは激うまって、まあ、全然喜べる内容じゃないんですけど、これまあ2回目ね、夜ナみね、スペース広きで検索したら、マツコデラックスに似ているおねえだそうですね。口が悪くても誰も気を悪くしません。良いおねえですって。まあ、正解がどれかわからないんですけども、 ま、お姉しんなあるので、皆さんぜひともチェックしてみてください。まあ、そんなこんなで今日も終わりの時間が近づいてまいりましたので、そろそろ締めたいと思います。えー、サザンブリーズ、木曜日担当したのは FM ギノワンスタッフのひろきでした。皆さんまた来週、ま、どうでもいい芸能ニュースから、情報からいろいろ発信していきたいと思いますので、皆さん来週もぜひとも聞いてくださいね。それではまた来週、さようならバイバイ ありがとうございます。荒らが正井川さんも最後ありがとうございます。また来週もはいお届けしますのでどの中の銀の蛍さんもありがとうございます。またね来週もまあ、明日もサダンブリーズありますので今日はねその意外に飛び入りのゲストさんが来たのでまあ助かったのかなですけどまた来週もお届けしていきます。皆さんもなんか芸能ネタでちょっとこれ気になるよっていうのがあれば私その深く掘り下げて 私の独自の視点で調べていきたいと思いますので皆さん、ぜひともそういうのがあればメッセージでお寄せください。ということで皆さん、じゃあまた来週お会いしましょう。それではさようなら